おはようございます、8月の22日の火曜日です、これからモントリオールに旅立ちます、今はですね、ピアソンインターナショナルエアポートに来てます。来てますっていうか、ここに泊まってたんですけどね、これからですね D20 ゲートを見つけてですね、それで、モントリオールに行きます。今セキュリティチェック全部終わりましたんでね、ここからはもうフリーとゴーです。ここにただいま到着しました、これからですねタクシーに乗って、今日から3日間ステイする、ウェスティンホテルに向かいたいと思います。ウェスティンホテルに到着です、空港からは、ね、タクシーでフラットレートで40ドルプラスタックスです ですので、安心して使いますね。だいたい10% ぐらい乗せておけばいいんじゃないですか、モントリオールの街をぶらついてみたいなと思います。では、土砂降りの後ですね、まあ見事ではないですけども、もう雨が止んだんで、こちらやってきました。これが有名なですね、モントリオールにあるノートルダムですね。中に入ってみましょう、キャッシュオンリーですね。行きましょう。美しいですね。非常に、神聖な場所のような感じがします。一通りまあ見ましたのでね、これで後にしますけども、非常に美しいですね。ここはえ、私たちは今はですね、オールドモントリオールの街をぶらぶらと歩いてます。まあ、雨が降ってないだけマシということで、楽しんでますけども、まあ贅沢を言えば晴れてる方がいいですね。今はシティホールにやってきてます。素晴らしい建物ですね。こちらの方には、これは裁判所になるんですかね、コートハウスって書いてました。素晴らしい建物です、こちらをちょっとぶらついてみたいと思います。私たちは今こちらのですね、クリスチャンファウバーっていうんですかね、クリスチャンファウバー、焼き菓子を売っているお店だそうです。ちょっとこちらの中に入ってみたいと思います。中に入ってきました。こんなケーキがいっぱいですよ。これほら美味しそうですね。食べましょう。ハッピータイムを楽しみました。傘結構降ってますね。見てください。わかるかな、ものすごく降ってますね。ここ見たらわかりますね。コートがいるんじゃない。
ちょっとここで僕はレインコート着ていきます。ですね、雨が降り出してきました。今日はまあ天気予報では雨で時々雷がですね伴うと、そんなちょっと不安定な天気なんですね。こればっかりはしょうがありませんね。とりあえずちょっとホテルの方に戻りたいと思います。こちらが今日から3日間お世話になるホテルです。わっ、プールがすごいですね。行ってみましょう。なんか素晴らしい、趣のあるエレベーターですね。では今日のお部屋番号は532でございます。先に入らせてもらいます。やっぱりですね、結構広いですね。本日のお部屋はかなり広めですね。ここにねちょっとしたこういうスペースがあるのが嬉しいですね。そして中に入るともう音楽がかかってるんだ。素晴らしいお部屋のような気がしますね。クイーンベッド2つです。これまでに泊まった中で一番広い、そんな感じですね。窓から見える景色は、カーズとオールドモントリオールの、一部なんですね。ここはいいですね。今夜はですね、またホテルの中にあるバーラウンジでの食事です。こちらからですね、これディープフライの餃子です。絡まり、そしてシザーサラダです。はい、では今日も食べましょう。この後食べたらですね、ノートルダムチャペル教会行ってるのかな、そこでショーを45分ほど見ます。それではお楽しみに。8時からのですね、このノートルダムでのショーを見ようと思ってるんですけども、7時45分に、集まってくださいって言われてたから、その通りに来たらですね、それでも7時40分に来たんですよ。もうすでにこのビッグラインナップでした。まもなく、このこちらオーラというショーにの中に入ります。もう中に入るのちょっと変な日本語ですね。では行ってみましょう。行ってきましたけども、ショーの間はビデオテープ、フォト、アラウンドされてませんので、これにておしまいです。それでは終わりました。素晴らしかったですね。これはマストシーですね。ちょっと批判そのものでしたけども、はい、皆様にはぜひおすすめいたします。